皆さんこんにちは、ほんわかかなです。りんごお好きですか？今日は3種類のりんごを購入したので比べてみようと思います。まず最初にこちらが日本で一番多く生産されている青森県の藤崎町生まれの藤。その中でも1ヶ月ぐらい普通のものより早く収穫される和製富士を購入しました。そしてこちらは紅玉、アメリカ生まれのリンゴで明治時代に日本に入ってきたものだそうです。そしてこちらは、ニューヨーク生まれのリンゴでジョナゴールド。この3つをちょっと食べ比べしたいと思います。それでは比べてみます。まず和製富士、シャキシャキしてます。で、程よく甘くて酸味もある感じ、なんかやっぱりよく知ってるリンゴっていう感じがしますね。紅玉いってみます。よいしょ。すごくしっとりしてます。シャキシャキ言わないです。アップルパイとかジャムとかによく使われるのがこちらと聞くので、しっとり感がそういうお料理に向くのかなと思いました。そしてこちらジョナゴールド、一番甘いです。そうですね、食べやすい。あとでゆっくりいただきます。ハーモニカを吹こう。
それでは皆さん、ごきげん。